はい、お待たせいたしました。では出発いたします。大変お疲れ様でございました。約1時間ほどお時間をお取りしましたが、その間に平山郁夫美術館をお訪ねいただいた方も多かったようでございます。もうちょっと時間があればね、ゆっくり見たかったなという方もあったかもわかりません。また、平山郁夫美術館、館内にございます、こうちょっとおしゃれなカフェがあったでしょ、ね、あそこでちょっとお茶でもしたいわなんていう方も、いらしたんじゃないかと思いますが、なかなか時間が1時間と限られておりましたので、まあそうですね、諦めて戻っていただいた方も多かったかも分かりません。まあ平山郁夫美術館に行かれなかった方も高山寺やら、まあ界隈でね、お時間の方をお過ごしいただきました。生口島とはお別れをいたしまして、で、これから、お車はですね、道後温泉を目指してということで進んでいくということになります。だいたいですね、道後温泉に到着の時間が5時半前ぐらいですかね。はい、また、市駅、松山市駅が、5時40分から50分ぐらいという感じでしょうか。まあ何事もなく、スイスイ行けばということで、そのような形でお送りできようかと思います。さあ、そしたら海を眺めながらということで進んでいきますけれども、この右手前方にうっすらひょうたんみたいな形の島が見えてるの分かります？うわ、すごい、なんか幻想的ですね。このひょうたんみたいな島がね、ひょうたん小島というそうですよ。もともとまん丸の綺麗な島だったのが、広島と愛媛の神様が、これは愛媛のんや、いやいや広島のんじゃ言うてね、喧嘩をして縄をかけて引っ張り合いをしたらしいんですね。そうするとだんだんくびれができてしまいまして、ひょうたんのような形になってしまったんだという伝説があります。ひょうたん小島と言っておりますが、まあこちらひょっこりひょうたん島のモデルになったというふうにも言われております。で、右側ですね、海に浮かぶような形でなんか棒が立って針金がピョンと出てるでしょ。なんかウーが止まって羽広げてるっていうのも、あれがね、芸術的なオブジェだというんですね。この右手前方見てください。岩場にほら、ここ右手前、この岩場に白いテントみたいなのが張ってるでしょ。で、これがまあ風によってこう角度を変えるんですけれども、羽がね、これも芸術的オブジェだということなんです。いかがでしょうか。このような、ね、オブジェがいっぱいある島なんですよ。右手前方、鳩のところ見てください。5本棒が立って針金ビョンビョンビョンみたいになってるでしょ。これも芸術的オブジェでございます。まあ、実はね、ここは平山さんが出た島ということでね、島丸ごと美術館計画というふうなことで、新進気鋭のアーティスト、まあ、芸術家の方をお招きしまして、至る所にね、思う場所にそのオブジェを作ってくださいという、そういうね、オファーをしたそうなんですね。そして、芸術的なオブジェが、島の至る所に見られるというようなところでございます。まあ、なかなか芸術は深いもんですよね。もしも同じものを私が作ったとしたら、何じゃこりゃって言われるんでしょうし、まあ、名のある人がね、芸術家が作ると、はあ、素晴らしいということになりますし、これはまたね、難しいところではありますけどもね。
のね、右側建物の合間に黄色い塔みたいな建物が見えます。これも、ほらほら、この右側、建物の向こうにね、黄色いオブジェがあるでしょ。これも芸術作品。右手前方、ほら、今ちょっと色を塗り替えてるみたいでね、ネット張ってますよ。青いネット張ってるところ。そこも日本語が立って、メガネが上に乗っかってるみたいなね。うん、これもオブジェとして、まあ、確立しているんですが。こんなんがいっぱいある島でございます。瀬戸田ビエンナーレというふうに言いましてね、この島丸ごと美術館というところでございます。さて、それではこちらのですね、生口島とはお別れをしていくんですけれども、前方に、社長橋が見えてまいりました。大きな大きな社長橋でございます。まあ、こちらがですね、多々羅大橋という社長橋になるんですが、世界一の大きさを誇る社長橋となっております。このしまなみ海道が開通をしますまでは、フランスのセーヌ川の河口域に架かる社長橋、ノルマンディー大橋というのが、世界一であったということ。このしまなみ海道開通により、この多々羅大橋が、世界一に躍り出たというわけなんですね。世界1位と2位が手を結びましょうということで、フランスのノルマンディー大橋とこの多々羅大橋とは姉妹提携を結んでおります。大きな橋ですね。橋の長さはね、1480m の社長橋ということになります。社長橋っていうのはね、ケーブルを斜めに張ってるでしょ。だから斜めに張る橋と書いて社長橋というふうに言っているわけなんですね。はい。まあ、この社長橋、多々羅大橋といいますが、このちょうど真ん中のところで県境なんですね。まあ、この橋を越えていくと、愛媛県へというふうに入っていくようになります。この先、こちら生口島南インターチェンジの方から、高速道に乗っていきます。西瀬戸自動車道、こちらも実際に渡ってまいりましてね、素晴らしい景色を眺めながら、そしてさらにですね、皆様、ここからまた1時間半ほどということになりますが、風に吹かれながらということで松山を目指していくということになりますので、よろしくお願いいたします。さあ、それではちょうどこのね、橋桁の下をくぐっていくような形となりますよ。ちょうどこのね、橋の北側の橋爪のこの辺りがレモン谷というふうに呼んでいるところなんですね。国産レモン発祥の地として知られるここ生口島でございますけれども、まあ、こちらですね、地名もレモン谷というふうに呼んでいるところでございまして、まあ、たくさんのこうレモンが、作られているというところでございます。メープルや八朔にも力を入れておりますが、この島というのが、はい、意外とこれみかん畑がやっぱ多いんですけどね、まあ、この通り沿いにね、園地を持っております方は、しまなみ海道が開通してびっくりしたそうです。まあ、自転車やバイク、それから歩いてこのしまなみ海道を利用する方もいらっしゃったりしてね、で、その、みかん畑やレモン畑の横を通った時に、まあ私一人ぐらい、一個ぐらい取ってもバレへんやろうということで、ペッとこうね、もぎっていく人がたくさんいたんですって。うん、それでね、まあ、しまなみ海道の開通もよしあしやと、怒っている方もいらっしゃいましたが、逆に500円で食べ放題というふうにね、観光農地、観光園地というふうにね、まあ、切り替えた方もいらっしゃったわけなんですけれども、まあ、日照時間が非常に長い島嶼部にあって、潮風を大いに受けるこの島嶼部のみかんというのはね、うん、島のみかんというのは非常にこう甘みが強くて美味しいということで、まあ、人気があるようでございます。なんかさっきの水分丸のお店屋さんの前でもなんかみかん屋さん出てましたね。うん、まあどうですか言うてね、声かけられたんじゃないかと思いますけれども、いろいろとこういろんな種類の柑橘というのをね出しておりましたけれども、まあこの広島愛媛あたりがこのみかんの産地としてね、よくよく知られております。
ですね、結構今日引いてますね、非常に無引きしようという感じでございますが、はい、まあ、こちらですね、お車はこの先で、八丈島南インターチェンジよりまた高速道に上っていきたいと思います。で皆様、あの高速に入りますとね、これまた強風となりますので、ぜひ、真ん中から後ろの方々はですね、またあの強風になりますので物が飛ばないようにね、よろしくお願いしておきたいと思います。このインターチェンジのほど近いところ、この山際の方ですね、この皆さんの左側の山際の方に、あのシトラスパークっていうのがね、まあ、オープンをしておりましたが、まあ、今はですね、閉園というふうになっているようです。まあ、しまなみ海道の開通に合わせてということでね、この柑橘の島ならではということで、まあその全世界の、ね、いろんな柑橘類を大温室の中に集めて、で見学していただくというようなテーマパークだったんです。まあ、あのディズニーランドに行ったらミッキーマウスがいますよね。まあ、ここのテーマパークはみかんが主役と、まあ、柑橘類が主役というような、ね、テーマパークだったんですけれども、展望台とかレストランなんかも設けてね、で非常にこう園内が広いの で、その中をね循環バスがぐるぐる回ってね、でこれをあの利用しながらあの園内見ていただくっていうような、ね、大規模な公園だったんですよ。香りの館なんていうのがあってね、そこでは柑橘類を中心にしたこうあの香水を調合することができるんですよ、シトラス系のね。そんなことで女性にも人気だったというところでございますが、まあ一通り皆様訪ねていただいた、ようで、まあ、あの入館される方、あの入園される方が、ね、非常にこうあの少なくなりましたので、まあ今のところですね、営業を停止しているということでございますが、はい、最後ね、この伊豆地島南インターチェンジで高速に上がってきました。で本線合流しますとね、この車の右手側の方に変わってきますよ。まあ、山のふもとのところにね、このもっとシトラスパークと言いました、このデータパークがね広がっていたところということになります。なんかこう寂れてしまってるでしょう。で、なんかもったいないような気もいたしますけれども、はい、まあこちらですね、このシトラスパークが右手側。それでは本線に合流でございます。この先、先ほど橋桁の下をくぐってきましたが、まあ高輪大橋という世界一の斜張橋を実際に渡りまして県境を越えてまいります。この先は愛媛県の大三島という島に入ってまいりますが、大三島からずっと、まあ四国本島に至るまで、ここは今治市、当初も今治市に合併されています。さあそれではこの前方にですね、高輪大橋の主塔が見えてまいりました。まあ、このね、北側の橋ってのところになります。この右手側、私たちの右手に迫るお山が観音山というお山なんですよ。地図を見ても観音山と書いておりますけれども、地元の方にこの山なんていうのって聞くと、のろしがいですよと教えてくださいます。まあ水軍たちがこの山に登り、のろしを上げて連絡を取り合ったのかなというふうに思わされるところですね。まあこの観音山ふもとのところから前方大三島の多々良岬のところに向かって建てられておりますのが、この多々良大橋1480m の斜張橋となります。はい、まあ、ここがもう世界一の橋ですからね、はい、
色も楽しみながらということで参りましょう。まずお写真などもね、撮っていただきながらということで参りたいと思います。はい、下橋部分風に気をつけてください。お城があったそうでございます。さて、それではここから愛媛県ということになります。まあ、左手前方高台ですが、この展望台はね、兜の形をしているんですよ。まあ、大山津美神社というお社がございますが、ここは古くから戦の神として知られておりまして、勝負ごとの応援をしてくださるそうなんです。古くより多くの武将たちがこの地に戦勝祈願に訪れまして、戦場に立ち、勝利を収めました時には、その時身につけていた武具甲冑をこの大山津美神社に奉納するというふうにしてまいりました。から、ね、現在日本で国宝に指定されております武具甲冑のうち8割はここ大三島の大山津美神社国宝館に収蔵されているということなんですね。義経本能のポイント落としの鎧であったり、またこの島を守った御法陸の息女鶴姫が身につけた赤い落としの鎧などが見どころというふうになっております。まあ、結構好きな方はね、本当にもう半日でも見ていたかったと、ね、時間が足りなかったなんていうふうに、ね、よくおっしゃるところでございますけれども、この大山津美神社、まあ、今日は募集場になりますけれども、機会がございましたらどうぞお参りにも来てみてください。まあ、戦の神なんていうふうに言っておりますが、まあ、実際今、ここを最近でもね、やはりその勝負事っていうのは人生における、人生においてね、何度もやってまいりますが、まあ、この間お参りしたお客様はね、孫が部活の試合に勝ちますようにって拝んできたとかね、男の方はね、パチンコに勝ちますようにって拝んできたとかね、いろいろ言ってましたけど、まあ、その勝負ごとの神様だそうでございます。まあ、ご祭神はね、神武天皇と、で、統制の際にその即世軍の先方を務めた落ち延びことをお祭りしております。まあ、落ち延びことの子孫にあたる方がね、今から2600年ほど昔、ここに大山津美神社も開かれたというふうに言われております。結構音を入れる森林が、広がりまして、で、拝殿から社、ね、殿を拝んでいただくような形となっておりますが、まあ、大抵の方は、ね、ここにお参りをされますと、もうその後国宝館の方も、見学をされているようですよ。先週の土日でしたら、大山津美神社奉納歌舞伎ということで海老蔵が来ておりました。まあ、大変な、にぎわいだったそうでございますけどもね。まあ、こちらですね、年に一度は、お田植え祭を開きまして、神社内にある正殿に田植えをいたします。その後一人相撲といいましてね、人間対神様のお相撲を奉納するんですね。三番勝負で、毎年2対1で神様の勝ちなんです。で、神様に勝負のをお譲りしたので、どうか人間の世界には豊作を頼みますって、ね、そんなことで、一人相撲も奉納されるところでございます。それではこちら大三島とはお別れをしていくようになります。この島並海道の一部大三島から、この先博多島にかけてのアーチ橋でございますが、こちらが昭和53年にすでに開通しておりましたもので、島並海道開通平成11年、この
しまなみ海道の一部として、利用されることとなりました。こちら橋の長さは328メートルのアーチ橋となっております。発通当時は東洋一のアーチ橋といって、わざわざこの橋を見に来る観光の方も多かったそうです。下の海峡部分は花振り瀬戸と呼んでおります。ここから博多島へと入ってまいります。この博多島は清苑で有名な島なんですね。九州の博多とは字が違いましてね、人面に白いという字、これに方角の方を書いて博多島というふうに言っております。博多の塩というと有名ですけどもね、コマーシャルも流れてますよね。博多の塩というね、このフレーズは有名でございますけれども、この博多の塩のふるさととなっております。もともとは塩の道引きで塩を取ったそうでございますが、後に、いわゆる塩田というのが、整備されましてね、浜市と呼ばれる方々が海水を汲んできては、塩田に撒くと、これを何度も何度も繰り返しまして、で、食塩、岩塩もね取っていきまして、腐食物を取り除いてから煮沸をするという、製法で博多の塩を作ってまいりました。後にですね、流化式という形を取った時代もあったようですが、戦後になりましてからはイオン交換樹脂膜法という形で、お隣の大三島に塩の工場を置きましてね、で、この博多の塩というものを作っております。食塩の流れはね、もう奥様方はよくご存知でしょう。スーパーとか百貨店のね、食塩売り場に行っても博多の塩っていうのは結構高いですよね。お値段も良いということですが、ミネラル分も多く残した食塩ということでね、お料理などに重宝が慣れているというところであります。この博多島を後にしますと、この先は博多橋、大島大橋と、2本まとめて、橋を渡っていくということになります。2本連続しての、ね、橋となりますが、ここからがまず博多橋325メートルのトラス橋となります。いわゆる立橋型の橋ですね。はい、そして、この博多橋を渡り終えますと、この下に見えている島がですね、いちか島っていうんですよ。はい、で、このね、いちか島から前方と大島まで結ぶのが大島大橋840メートルとなります。船折瀬戸と言われている、非常に潮流の速いところです。左手の方を見ていただきますと、カメが浮かんでるみたいな、ちっちゃい島が浮かんでるでしょう。頭があって甲羅があってみたいなところね、カメのお尻のあたりが花付きがあったそうです。石垣が積まれてるの分かりますかね。ここは後ろのあったところね、ここは能島という島なんですが、村上水軍の拠点となったところだそうでございます。はい、それでは大島という島に入ってきております。で、こちらですね、トンネルを抜けまして宮久保、吉海の町を越えていきます。
都市部の方に広がる町が都房町と言います。で、そうですね、この先少し行くと吉海町という町がございまして、まあ、ここは2つの集落からなる島ということになります。まあ、今治市のね、宮古坊町、吉海町と越えてまいりましょう。まあ、島、ここの島一つで大体1万人弱ぐらいの方が生活をされているというところでございます。まあ、こちらの大島という島はですね、まあ、注意して見ていただくと、錦木はですね、採石場が多く見られるところなんですよ。大島石と言いまして、まあ、量にしても値段にしても金額、お値段にしてもね、うん、まあ、どれを取っても、まあ、全国で5本の指上位に入るという、まあ、御影石の産地というふうになっております。まあ、石材店などが、ね、立ち並ぶところとなっておりますけれども、主に墓石や灯籠などに利用されまして、その残材がというと石垣の石に利用されたり、庭石に使ったりというふうに加工をして利用しております。まあ、こちらですね、この大島というところ、もともとはですね、この自衛門という石大工の方が、今治におりまして、で今治の、ね、お城を築くにあたっては石大工の代表として設計の段階から、参加したそうなんですね。お城が無事に完成をしまして、で、その後、まあ、自衛門という職人が、まあ、石大工がね、いわゆるお城の秘密まで全部知ってしまっているということを心配した家老がおりましてね、でお殿様に相談をしたそうですが、お殿様は、ね、絶対にあやめてはならぬと、この自衛門、家族も、まあ、ご長官から、ね、引っ越ししてもらうようなことで、まあ、話をつけてきなさいということになったそうなんですね。こうして自衛門はですね、家族みんな、一族がね、その納得した上で、まあ、所払いということを受け入れたそうなんです。まあ、こうしてここのね、向かい側、今治からね、向かい側の大島に引っ越すこととなりまして、藩がお屋敷までね、用意してくれたそうです。で、悠々自適、この島で、平和に暮らしておりましたが、この自衛門がですね、吉平という息子がおりまして、二人で山歩きをしておりますときに美しい御影石を発見、そして、少しずつ切り出して、作品を作ったということですが、あまりにもたくさんこの、まあ、石が出ますのでね、で、お殿様にご報告をされたそうです。まあ、それから今治藩が切り出すようになり、まあ、明治になりましてからは起業化されまして、で採石場が多く設けられたというふうなところでございます。この大島石というね、石の産地となっております。またこの島を通りますと、祠やお堂、お寺さんなんかをね、合わせて全部で88の札所っていうのが作られましてね、いわばミニ88箇所ですね、島四国と呼んでおりますが、これもね、たくさんのお遍路の方が訪れるところとなっております。いわば本四国だと、まあ、10日以上かかってしまうと、もう車で回ってもね、で9日、10日前後はかかりますから、まあね、このお手軽にね、一泊二日あれば優にお参りできるというふうなことで、まあ、島四国大島の方に来られるお遍路さんも多いんだとか、また受け入れる側もね、お接待というのをね、まあ、するのを楽しみにお遍路さんに訪れを待っているようですね。お茶や手作りのお菓子やら、まあ、巾着袋を作ったり、人形を作ったり、まあ、おみかん、自分のところでできたおみかんを、ね、配ったりということで、来るお遍路さんごとにね、まあ、おもてなし
習をするというお接待のグループがいらっしゃるそうでございます。まあこちらですね、お車でございますが、ちょうどですね、皆様方の、左手奥の方へと入っていきますと、キロウさんっていうお山があるんですね。このキロウさん、亀という字に老人の老に山と書いて、キロウさんと言いますけれども、こちらですね、高さでいうと307メートルのお山、山頂近くには展望台が設けられまして、で、そこからはね、来島海峡はもちろんですが、この島並海道の、三連吊り橋ですね、そして今治の市街地の方までずっと遠く見渡せる非常に景色の美しいところとして知られております。こちらですね、この左手奥、キロウ山のふもとを抜けてまいりました。で、お車ですが、トンネルを抜けてまいりますと、来島海峡三連吊り橋に差し掛かってまいります。吊り橋を三連連ねてかけたのは世界でここだけというね、三連吊り橋でございます。お城を築きまして、今新たに治めるべきところであるということで、今を治めると書き今治と言ったそうでございます。では、真下に見えておりますのが、これ馬島という島なんですね。ここから、前方四国本島でございます。ここに向かって掲げられておりますのが、来島海峡第三大橋、橋の長さは1570メートルというふうになっております。こちらですね、渡り切ってまいりますと、四国の方へと入っていくということになるんですけれども、この吊り橋を3つ連ねてかけたのが世界初ということ、架橋技術はもう世界一であると言われる我が国日本にあっても三連吊り橋はここだけでございます。で、架橋技術を学びに外国の方もよく日本を訪れるようですが、その際にはここに見学によく来られるようでございます。三連吊り橋ですね、これを架けるのにはね、
この来島海峡は非常に潮流が速い、まあ、あの海峡であるということ、そこであの1日に2時間ぐらいしかね、その潮の止まっている時間がないんですって。でその凪の2時間の間に、効率的に、工事が進められるようにということで、新しい方法が編み出されたそうですよ。プレハブ工法というのが編み出されたそうですが、まずはね、橋をあの支える柱があるでしょう。あれを最初に建てるんですね。で、その柱もね、現地に材料を持ってきて組み立てていくのが普通、それまでだったんですが、まあね、この来島海峡大橋を架けるにあたりまして、まあ、工場である程度組み立てをしましてね、高さ10メートルぐらいのブロックを組み立てたもの、それを現地に運んで、まあ、凪の、1日2時間ほどの、ね、時間ほど、まあ、今はこの、組み立ててあるブロックを積み上げていくと、こうして柱を、ね、作っていったんですって。だからもう現地では積み上げていくわけっていうことになるんですが、だけどやっぱり子供が積み木を重ねるようなわけにはいかないということでね、まあ、地球に垂直に立てなんだんですって。それで、まあ、あのブロックとブロックの間に隙間があったらね、湯がきが生じてしまいますから、月見原理という 4ミリの、まあ、背中より薄い、ね、板があるので、それをですね隙間に入れてみて入ったらやり直しという形でね、まあ、本当に繊細にまっすぐにこうブロックを積み上げていくということを繰り返しました。そして柱が完成しますと、今度は送電線をはわせてケーブルを、ま、あの送っていくと。で、このケーブルをまとめて最終的に橋桁をクレーンで吊り上げて、ま、あのくっつけるというような形でね、ま、あの工事を進めていったそうでございます。でケーブルの一番端っこのところにはアンガレージというのを打ち込みまして、まあ、コンクリートの大きい塊と思ってください。でこれがですね、いわゆるあの、重りになっているわけなんですね。橋の重さを支えているということになります。では三千吊り橋を渡り切ってまいりました。四国へと入ってきておりますが、三連吊り橋、いい景色でしたね。はい、まあ、それではですね、これから、今治インターチェンジで高速を降りて、で、あとはですね、あの山越えをいたしまして道後温泉を目指していくということになります。この今治の町もただの通過となってしまうんですけどもね、ここは造船とタオルの町ということで知られております。まあ、来島海峡大橋、その南側のたもとのあたりですね、橋浜造船、今治造船といったような、まあ、造船所というのが多く設けられております。造船の町としても知られております。また、タオル工場というのが多い町でね、全国のタオルの6割方をここの今治で作っているという日本一のタオルの産地となっております。まあ、ここ今治という町ですが、町のね、まあ、ゆるキャラということでね、バリーさんというゆるキャラが誕生しまして、全国に PR をしているんですが、皆様あのゆるキャラグランプリで1位になったバリーさんをご存知でしょうか。ね、かわいいですよね。この
のマリーさんはですね、なんと鳥なのか、まあ、実はこの今治はね、焼き鳥が非常に盛んなんですよ。焼き鳥屋さんが多い町でね、まあ、そこから、まあ、鳥に、鶏になったそうで、ひよこですよね、うん、まあ、鶏になったそうです。マリーさんの土佐か、これは来島海峡の三年吊り橋を表しているそうですよ。そして、腹巻きは、今治特産のタオル、そして小脇に抱えております船は造船所で、作られましたタンカーであるということなんですね。まあ、この今治のゆるキャラマリーさんというのがよく知られるところとなっていますね。もう今頃全国的にもうものすごいこうゆるキャラブームということでね、何が何やらわからなくなってきてるようですが、喋るゆるキャラまで出てきましてね、うん、フラッシーなんていうのが結構テレビを騒がしていますけどもね、はい。まあ、この愛媛県では、ね、バリーさんだとか、あとは愛媛県の、ね、ゆるキャラでみきゃんというね、ゆるキャラなんかもね、人気があるようですよ。さあ、それではですね、高速を降りてきました。ここからですね、まっすぐ進んでいくと、今治市内の方へと通じておりますが、私たちは左にくるっとカーブしていきます。はい。まあ、今治市内はお城も再建されております。今治のお城はね、港にほど近いところにございまして、堀に海水を引き入れるという非常にね、珍しい造りのお城となっております。今治城のお堀を眺めておりますと、こっちに錦鯉が泳いでるなと思ったら、向こうの方でボラが跳ねるみたいなねちょっとこう淡水と海水がちょうど混じり合うところにね、お堀が設けられているということでございますが、ここは東道高虎という方が、作られたお城ということになるんですね。もともと東道高虎公は宇和島城、それから大津城などを手掛けて、関ヶ原の戦いで手柄を立てた後、こちら12万石へと転覆で、ここで、新たに、作ったのが今治城でございました。で、城下町を建設し、後にですね、三重県の方に移動になりましてね、で、三重県では伊賀上野城とか津城なども築城された方でございまして、まあ、非常にですね、築城の、まあ、スペシャリストと、まあ、築城の大家として名を残す武将となっております。まあ、こちらのですね、今治の町とはお別れをしていくんですけれども、この先は国道317号線の方へと出てまいりまして、で、一山越えていくようになります。水ヶ峠っていうね、峠を一つ越えまして、で、松山方面へというふうに向かっていきます。しまなみ海道終点ということでね、降りてきましたけども、しまなみはいかがでしたか？ね、なかなか綺麗でしたでしょ。この、島を伝ってということでね、南下してきましたが、いよいよ四国に入ってきております。まあ、目指すは道後温泉ということになりますが、まあ小一時間といったところでしょうか、この山越えルートということで進めてまいりたいと思います。前方正面奥の方に低いお山が見えてますけどね、この山の麓のあたりには四国88箇所のうちで57番の札所、永福寺というお寺さんがございます。で、こちらですね、もともと行居というお坊さんが、九州の大分宇佐八幡宮の分霊を、
京都の男山というところに、勘定しようと内海を行き来していたそうなんですが、その途中にですね、ある日のことしけに会いまして、で、今治に寄港したそうなんですが、その時にね、この今治の方を、歩いております時に、このね、正面奥ぐらいですね、今右手前方ぐらいになりましたけど、この辺りの風景がその京都男山に祀った八幡さんの辺りですね、岩清水八幡宮の周辺にちょっとこう雰囲気が似ているということで、これも何かのおぼし飯だということでね、で、ここにも八幡宮を祀ろうと心に決めるわけなんです。こうして宇佐八幡宮の分霊をここに祀りましてね、八幡神社を築き、そして、この八幡様の本事物であります阿弥陀様も共に祀ってお寺も開いたわけですね。で、後にこう菩提寺がこの地に来られましたときに、ここにここを札所というふうに定めたということなんですね。はい、それからちょうど皆様右手前方虹の方向ぐらいですね、山のてっぺんにちょこっと建物見えてるでしょ、てっぺん近くに。あれがね、58番の泉涌寺のあるところですね。ここはね、阿房仙人という仙人さんがね、修行をされていたところなんですって。で、弘法大師がこの霊気に誘われて山に登っていくと阿房仙人に出会いましてね、これはわしの山じゃがと言われたわけですね。で、お大師様はこの霊気漂うお山に、お寺を開こうと思うので山を譲ってくださいと、2人は深くお話をされまして、で、気がつくと問答の末、この阿房仙人は弘法大師空海上人に深く帰依をし、この山を全部お譲りするというふうなことになったようでございます。こうしてね、開かれたのが泉涌寺、仙人が遊ぶように修行三昧に明け暮れていた お山であるというところから、仙人の遊ぶ山とか言って、遊ぶ寺とか言ってね、泉涌寺と言っております。サレイ山というね、お山なんですけれども、作るという字に礼儀の礼に山と書いてサレイ山と言っております。サレイ山のことをね、地元の人はおサレさんと呼んだりね、しますけれども、この今治だけでも札所が6つあるんですね。54番の延命寺、55番の南方墓、56番大山寺、57番永福寺、58番泉涌寺、59番、国分寺と、この6つの札所というのが点在しておりまして、お遍路さんが、必ず立ち寄る町というふうになっているようです。今年は、弘法大師空海上人が四国88箇所を改装なさいましてからちょうど1200年目にあたる年と、その盆期の年を迎えておりまして、通常より多くのお遍路さんたちが四国入りをされましてね、お札所にお参りをされているようでございます。今日は松山の方へと向かっていくわけですけれども、松山周辺にも、お札所が点在をしております。ことに道後温泉でしたらすぐ近くにね、石手寺というお寺さんもあったりしますので、どうぞ皆様、お時間ございましたらお参りの方もされてください。さあ、そしたら総社川という川に沿って少し上流の方にね、向かっていくということになります。で、今治の、玉川町というところをね、通り抜けてということで進んでまいります。
それが玉川という集落をですね、抜けていくようになるんですけれども、まあこちらもですね、玉川、もともとは長生を敷き玉川町というふうに言っておりましたが、平成の大合併で今治市に合併となっております。まあ元のね、玉川の中心部のあたりを抜けていくような形となります。この町の中心には玉川近代美術館というのが、ございまして、多くの方々もお迎えいたしております。なんかこう硬い中ですしね、まあ、美術館言うてもまあそれほど大したこともないんやないかなと思われる方が多いんですが、実はここはですね、このピカソだったりゴーギャン、ダリ、ルオ、さらにはアンディ・ウォーホール、こういった海外のね、まあ、本当に世界レベルで有名な、方の、まあ、作品などを収蔵し、まあ、日本人 の、 画家さんなんかだと、黒田清輝とか、藤島武二とか、こういった方のね、まあ、作品も置いておりまして、まあ、この田舎の美術館でもあるんですけれども、なかなか何がこれ、ハイクオリティな空間というふうになっております。まあこの先ほら正面のところを見ていただくと看板出てるでしょ、玉川近代美術館入り口でね、まあ、この左手奥の方に入ったチョコレート色の屋根の建物がそうです。はい、まあ、ここ手前側は A コープなんですけどね、これ農協のスーパーになります、ね、これの裏側ですね。はい、まあ、その近代美術館のございますところ、まあ、町の自慢の一つでもあるようですね。はい、またこの信号からね、左手奥、まあ、2キロぐらい入っていったところには法輪寺というお寺さんがあります。光の林の寺と書くんですが、ちょうどここで看板がね出ておりますけれども、まあこちらですね、その法輪寺さんは不動明王をご本尊としてお祭りをするというね、まあお寺さんというふうになりますけれども、実はここの法輪寺がですね、承継天皇という方の御陵ではないかと言われております。五輪の塔がお祭りをされているんですね。この承継天皇は南北朝の頃に、まあ、天皇に即位をされていた方なんですけれども、この承継天皇の御陵はどこなのか、これいろいろね、こうインターネットとかで調べてみると、全国に20カ所ぐらいこの、御陵参拝地っていうのがあって、ね、宮内庁の管轄となっているようですが、もうどれが本物の御陵なのか、陵墓なのかっていうのがね、はっきり分かってないみたいです。非常にこう謎で含まれた天皇で、天皇だと認められたのも明治に入ってからなんですね。まあこの承継天皇という方、南北朝の時代にその大軍に乗じてということで、まあ戦に巻き込まれたようでございますが、その時にはね、この今通っております玉川におられました、豪族にですね、どうか援軍を送ってくれというふうな、手紙を、よこしているわけなんです。実はですね、この玉川の、その豪族っていうのが非常にこう経済的にも豊かであったというふうに言われているんですね。でたくさんのこうね、兵士を要していたということでございまして、で、援軍を起こすとともに経済的にも力強くバックアップをしたのだというふうに言われています。承継天皇は都落ちをしまして、高野山に参りまして、で、山の麓、入管省神社というところに、身を置きまして、で、そこでね、銀で作った、ね、宝玉、これもですね、この地にお礼にということで送ってきたと言われています。で晩年にはこの地にやってきてね、で、この地でご宝玉なさったのではないかという、ね、まあ、伝説なんですよね。これも、その法輪寺の五輪の塔がお墓ではないかというふうに言われています。はい、まあ、この承継天皇のゆかりある土地であるということですが、
こんな田舎でね、なんで経済的に豊かやったんかななんてね、思ったりしますけれども、まあ、ちょうど信号で止まりました。ここからね、左手向こう2キロぐらい行くと、の丹生川温泉っていう温泉郷があるんですね。まあ、ここは、6軒ですね、お宿がございまして、丹生川というちっちゃいこう総社川の支流沿いにね、お宿が、ね、並んでおります。なのでせせらぎを眺めながらこう温泉に入るというのはね、情緒ある温泉地なんですけど、まあ、地元の方専用にということで、せせらぎ館やってね、大衆浴場もオープンしていますから、大いに利用されています。ラドンを含む、まあ、冷泉です。22度で湧き出しているという温泉になります。美人肌作りの名湯なんて言われるそうですけどもね、丹生川というふうに言っておりますが、昔この丹生川というのはね、字が違うかったんですって。で、今は鈍感の鈍、丹生という字を書きますが、昔はね、丹念の丹、丹下さんの丹ね、キリシタンの丹、これに生まれる川と書いて丹生川と言ったそうでございます。まあ、これね、水銀が出たんじゃないかっていうふうにね、推測されているんですが、まあ、その鉱物、まあ、水銀もしくはね、その他の鉱物であったかも分かりませんが、これがね、出たということで、この山の持ち主は経済的に非常に豊かだったんじゃないだろうかっていうふうに言われています。まあ、しかし火災が多かったので字を変えたんですって。人心の乱の人という字が見ますね。あれを書いて、責任の任の人弁がないやつ、あれを書いてね、生まれる川と、これで丹生川といったら今度水害が増えたんですって。でこれはいかんわ言うてね、でこの次はね、丹生という字にして落ち着いたんだということですよ。左手下がダムの園庭です。玉川ダムというふうに言っておりますが、まあ、玉川湖というふうにも呼ばれ親しまれております。今治の、水がめとなっておりますところ、はい。まあ、こちらですね、玉川湖畔をずっと進んでいくということになります。まあ、この玉川の丹生川というあたりを、ね、越えてきておりますが、まあ、この玉川湖がずっと左向こう下に、ね、広がるわけですけれども、総社川水系の水を集めてということで、ここは9800万立方メートル の貯水を、まあ、可能としております。多目的ダムとなっております。昭和45年ですね、1970年に完成をしたというダム湖になりますけれども、まあ、こちらもですね、ダム湖でございますが、ここはボート競技のね、練習場としても開放をしているというところでございまして、まあ、こちらの湖畔にはテイコと言いますが、ボートを、ね、収納しておく倉庫が、各所設けられているというところなんですよ。松山大学、愛媛大学、あと高校だと松山商業高校とか松山東高校とかね、こういったところのボート部の皆さんがですね、練習に組織の姿も、まあ、時によってご覧いただけると。この左手下がね、松山大学の稽古ですね。はい、まあ、合宿もできるようにというふうにね、出しております。あ、ボートやってますね。はい、左手向こう、はい、まあ、一人で漕いでますけれども、これ団体の部分もあるんですよね。まあ、こちらですね、この頑張っていきまっしょいという映画がね、撮影されたところでもあるんですが、松山東高等学校のボート部の、面々のね、その青春ストーリーというのが映画化をされたんですけどもね、もしかしたらご覧になったという方もいらっしゃるかも分かりません。まあ、こちら玉川湖畔も進んでまいりましたけれども、まあ、この先はですね、さらに山へと入ってまいりまして、伊豆ヶ峠を目指してまいります。
ってると思うんだよね。おりますけれども、この時は水が峠トンネルというトンネルで一気に峠の山を越えていくことになります。まあ、このトンネルが1994年に開通をしておりますけれども、それまではこの峠の山道というのが非常にこう狭い道でございまして、このような大型バスは通り抜けをするのが難しかったというところなんですね。トンネルが開通をすることによりまして、この、国道317号線松山と今治を結ぶ最短ルートとして、利用をされるようになったというところでございます。1994年開通の水ヶ峠トンネル、これ非常に長いトンネルでございます。2804メートルですね、3キロ弱になりますけれども、長いこと、トンネルの中を、通過していくということになります。今しばらく登ってまいりまして、その水ヶ峠トンネルをくぐりますと松山市へというふうに入っていくということになります。もうしばらく登りのルートとなっております。の入り口が見えてきました。水ヶ峠トンネル、トンネルを抜けて松山へと入っていきます。
疲れ様でした。トンネルを抜けまして松山市に入ってきております。ここからはしばらく下りのルートということになります。まあ、松山市の郊外、田舎の景色を眺めながらということで山あいをしばらく進んでいくということになります。で、この辺りから、まあ、そうですね、左右を見ていただくと、いくつかこう集落があるんですよね。で、その界隈こう山の斜面をこう整地して耕して、で石を積んで、こう石垣を、ね、積んでということで、こう棚田の景色が、ところどころにご覧いただけるというようなところでございます。まあ、先人たちの苦労、まあね、この知恵がね、現在ではこの棚田の美しい景色を残しているというところでございましょう。なんかずっと影をかけると寒くなってきましたね。暖かくしといてください ね。スカイバスに乗って風邪ひいたわって言われたら大変なので、ね、もうよろしくご調節いただいたらと思いますけれども、本当にあるの。
はい、それでは下りをコースですね、少し、下ってきたんですが、ちょうどこの辺りからですね、左手下、水が峠を越えてましてからずっとね、川と並行してということで進んできておりますが、石手川という川の上流になります。で、この時は石手川水系の水を集めております石手川ダムというね、ダム湖を、ご紹介させていただきながらということで進んでまいります。この石手川ダムでございますが、またの名を、白鷺湖というふうにも呼んで親しんでおります、まあ、松山市の水がめとして利用される多目的ダムとなっておりますが、まあこちらですね、昭和48年、1972年に、完成をしたというダム湖になります。しかし、当初、昭和48年当時想定したよりも松山の人口というのが結構大幅に増えましてね、で、現在年々その水不足に苦しんでいるというようなところでございます。まあ都市によってはこう取水制限がかかったりとかね、ひどい時はこう断水になったりというようなこともここ数年で、体験しているというところでございまして、一応愛媛県の東側の西条市という町があるんですが、その山あいに黒瀬ダムというね、大きなダム湖があるんです。そこから分水をしていただけるようにということで今交渉中というふうになっているようなんですけどもね、こちら石手川ダムというダム湖ですね、左手下の方に見ながらということで進んでおります。梅雨時期にあって今は満水というふうなところでございますけれども、私松山市民でございますので、ここを通るたびによし満水と、この水量をですね確認しながら通っておりますけれども、そこがね 12,800 万立方メートルの水を貯水することができるということでございますけれども、こちらですね、その石手川ダムを眺めていただきながらということで来ております。ここはですね、ダムの堰堤が、非常に幅の広い堰堤になってます。幅が264メートルございましてね、で、ダムの堰堤の高さも87メートルと非常に大きい堰堤を作っております。この先ですね、少し行くと、その堰堤を眺めていただくことができますので、ご覧いただいたらと思います。そしたらこの左側のところ橋がかかってるようになってますけど、これが堰堤になります。で、左手を振り返るように見ていただくとね、このダムの堰堤の高さがご覧いただけるようでございますが、はい、一瞬でございます。ちらっとご覧いただけます。放水してましたね、もったいないと思うところは私だけでしょうか。はい、そしてそうしましたらですね、さらに、下っていきますが、ここから少し下っていくとね、奥道後温泉という温泉があるんですよ。松山の
今まあ奥座敷というふうに称されるところでございますが、坪内久夫さんという方ですね、古島ドックの創始者の方が、道後温泉とよく似た泉質の温泉が、まあ、使われずに川に、石手川という川にね、そのまま流されているのがもったいないということで、はい、まあ、温泉の権利を買い取りましてね、で、大きなあのホテルを建てたんです。ホテル奥道後と言いますけれども、まあ、こちらが、まあ、大型の宿泊施設といたしましてね、まあ、あの修学旅行生なんかに、ね、よく利用をされたりするというところなんですが、まあ、この坪内さんという方は、まあ、戦後の造船王なんて呼ばれた方で、まあ、あの戦後日本の復興に対しましてね、経済的に非常にこう活躍された方だそうでございます。このトンネルを出ましたら、奥道後温泉などにも抜けていきます。あの草や木や、まあ、花やとこういったものを眺めてね、歩く遊歩道などが設けられておりますところ、まあ、こちら前方に左右ですねホテルが見えておりますが、ここがホテル奥道後と申します。奥道後温泉を有する、まあ、大型ホテルですね。850人が宿泊することができるというところでございます。坪内さんという方はね、あのバス会社を作ったり、まあ、船会社を作ったりということでね、まあ地元ではあの有名人でございますけれどもね、まあ、この古島ドック創始者によって、開かれた温泉地ということになります。でここからでも少し下っていくと道後温泉ということになるんですけれども、まあ、道後温泉はまあ言わずと知れた、あるいは草津とともに日本三古泉に数えられる、まあ、有名な温泉でございます。まあこちらですね、歴史としましては昔々の神代の時代だそうですが、大国主の御事と少ない彦の御事という神様が出雲の国より伊予へ来られまして、その長旅のせいか少ない彦の御事がパタッと倒れてしまったそうなんですね。そこでこの大国主の御事は辺りを見渡しましたところ、足を痛めた白鷺が、その湯気の立ち上る沼でその傷を癒す姿を見たわけです。近づいてみますと、そこにはこんこんとお湯が湧いており、そのお湯を大国主の御事は汲んでは少ない彦の御事にかけてというふうに解放を続けましたところが、この少ない彦の御事がパッと起き上がりまして、少しうたた寝をしていたのかなと言って元気に飛び跳ねたんだそうです。お湯の行動によりまして元気回復、まあこの少ない彦の御事が、まあ、力を取り戻したというふうに伝わります。まあ、そこからですね、この2人の神様によって、まあ、あの白鷺に導かれて発見をされたと言われる温泉がこの道後温泉でございまして、3000年の歴史を秘めていると、そんな風に言われております。水戸天皇の御代、また南海大地震の際に2度ほどあのリテールがストップしておりますが、また、まあ、時間を置いて、湯量を多く出るようになったと、今に至るまで、この50度前後で湧く弱アルカリ性単純泉のその柔らかな肌触りは全国の方々に大変人気をいただいております。ちょっとねこうトゥルンとした
ブルーンとしたようなね、うん、まあ、あの肌触りの優しい温泉なんですけれども、まあ、こちらのですね、道後温泉、まあ、こちらはですね、今年ちょうど道後温泉の旅館街の中心にございます、道後温泉本館という建物ですね。有名な建物ですよ。テレビとか旅行雑誌なんかでね、道後温泉という、まあ、建物ですが、まあ、本館の建物、明治28年にできたものなんですけどね、なんと今年で120周年です。まあ、大還暦の年を迎えるということになりまして、松山は市を挙げてということでね、なんと道後温泉本館を中心に、道後温泉界隈、ここに新進気鋭の、まあ、芸術家、いわゆるアーティストたちをお招きしましてね、で、そこに今アート作品を繰り広げていただいたということになります。そして、そうですね、ホテルの一室なんかを、ね、芸術家がプロデュースして、実際にお客様に泊まっていただくっていうようなね、そういうような試みもしているようですね。だから例えば草間彌生さんがね、宝荘ホテルとコラボしてということで空間プロデュースしておりますが、もう部屋想像できるでしょ、赤と白の水玉模様の部屋でね、目がチカチカして寝れへんのやないかなと思うようなすごい斬新な、ね、お部屋なんですけども、まあ、あとは、まあ、谷川俊太郎さんとか皆川明さんとかアラーキーとかもね、空間プロデュースしてますけども、まあ、そういったところもね、まあ、ファンの方には非常に人気をいただいているようですよ。まあ、道後温泉っていうね、温泉地に来るのに、まあ、果たしてこれ松山市民としての意見ですけれども、まあ、果たしてこのアートを目的に来るのかなっていう、ね、疑問もありますけれども、まあ、なかなかこれ好きな方にはね、うん、人気をいただいているとかいうことでございますが、まあ、道後温泉本館界は80軒ほどお宿がございまして、まあ、源泉からねお湯をくまなく送るような形となっております。ちょうど右側のお山、これが東山といいます。てっぺんにちょこっとこう仏像の頭が見えてるの分かります？弘法大師像なんですね。右手に筆を持つ姿でございます。高さ 16.4 メートルの龍像となっております。まあ、ここは弘法大師1150年の御恩期を記念して昭和60年に建てられた石像となりますけれども、ごめんなさい、弘法大師像となりますけれども、まあ、このね山の麓のところ、弘法大師のお足元のところがね、88箇所のうち51番の札所石手寺というお寺さんとなっております。はい、まあ、こちらのですね、まあ、石手寺というのも名刹の誉れ高いお札所でございます。道後温泉にご宿泊の方はまず足を伸ばしていただきまして、ここ石手寺にもご参拝いただければと思います。ではくるりと、まあ、回り込むような形で、進んできました山のふもとが、石手寺というお寺さんとなっております。1270年ほど昔、奈良時代創業期によって開かれたこの石手寺は、後に弘法大師が来られました時に霊場というふうに定められました。ここは熊野山石手寺と言っておりますが、真言宗武山派のお寺さんというふうになっております。ちらっと三重の塔の屋根が今右手奥の方にね見えておりますけれども、まあ、こちらですね、石手寺前を通過してまいります。もう道後温泉もねほど近いところとなっております。どうぞ。
今お配りしました冊子ですが、これ松山限定ルルブだそうでございます。ルルブというのは、JTB 発行のね、観光専門誌になりますが、まあ、見る、遊ぶ、見る、食べる、遊ぶ、これの最後の文字を取ってルルブというそうですけどね、また観光の参考にしていただいたらと思います。また地元のお客様もですね、松山の知らないところが載っているかもわかりません。ぜひお持ち帰りいただきましてお読みください。では、道後温泉の旅館街の方へと入ってきております。で、この先は道後温泉駅前の方にガスをお付けいたします。で、こちらでお降りの方は、どうぞお忘れ物のないようにということで、お降りいただいたらと思います。足元にもね、十分気をつけてお降りください。なお、この後ですね、6時半、7時半というふうにナイトツアー、ナイトコースというのもスカイバス、お客様を募集しておりますので、松山市内ぐるりと、松山城のふもとを一周して30分ほどのコースとなっております。もしも道後にお泊まりという方がありましたらね、こちらもご利用いただいたらと思います。言うてどれだけスカイバスに乗るねんみたいなね感じで、もうええわという方もあるかもわかりませんが、ぜひぜひお願いします。はい、まあ、ということで、この左手奥がね、柚木城跡といって、世の豪族高野氏代々のお城のあったところというふうになっております。右手奥に入っていきますと、道後温泉本館、有名な城郭式三層楼の、太鼓櫓がそびえる道後温泉本館の建物が、ございますところ、まあ、この先は駅前の方にね、お付けしてまいりますが、駅前北条園というところ、ここにはですね、足湯もございますし、30分に1回はカラクリ時計のカラクリが出るような仕組みになってますので、時間がありましたらね、ぜひご覧ください。それからあとはね、道後温泉本館の方まで行っていただくとね、5時、7時、9時と、その、時間の、午後5時、7時、9時の15分からね、本館周りの、霧の彫刻っていうアートがご覧いただけるようです。大阪万博で霧の彫刻を発表しました中谷富士子さんプロデュースのね、霧の彫刻、本館が霧に包まれてすごく幻想的な雰囲気になるそうですよ。こちらもぜひご覧ください。それでは、道後温泉駅前にまもなく到着となります。では床に傾斜がありますので、ね、お気をつけいただくということ、それから、階段の、ね、段がちょっと高いので、ね、お気をつけておりいただいたらと思います。では忘れ物のないように、恐れ入りますゴミも一緒にお持ち寄りいただきまして処分してください。本日はしまなみ海道のスカイバスのツアーをご利用いただきましてありがとうございました。ちょうどからくりが出てますよ、今右手前方で、朝も見た方いらっしゃるかと思いますが、はい、からくり時計30分に一度となっております。ではこの先、ターンテーブルでバス回転いたしましてから松山市駅の方に向かっていくようになりますので、今少しお待ちを合わせください。からくり時計今出てるよ、こっちから出たよ、だってここしか回れないでしょ。電車もそうなの？電車も違うか、前と後ろか。
それでは、右側の方になりますけれども、こちら大正ロマン風の建物でございますが、こちらが道後温泉の、駅舎となっております。路面電車の駅にするところとなっております。はい、まあ、こちらですね、お遍路さんがいっぱいバスから降りてきておりますけれども、はい、まあ、こちらですね、この道後温泉駅前を後にしてということで、この先松山市駅の方まで、進んでまいります。電車軌道に沿ってということで進んでいきますが、こちら伊予鉄道の路面電車が走るところとなっております。この路面電車は今、現在ですね、大体こうオレンジ色の箱型の電車が行き来をしておりますけれども、元に新型車両はというと、こう広告電車、ラッピング電車というのがね、走っているところとなっております。で、こちらもともとは列車が走っておりまして、で、そうですね、これ明治の時代ですね、明治21年10月日本、京弁鉄道の草分けとして四国では最初の岡城期といたしまして、松山と三津という港町を結んだのがその始まりなんだそうです。で、このですね、ドイツのミュンヘンからこう輸入をした列車を走らせたということなんですが、輸入したのが2両を、まあ、輸入しましてね、で、これが松山の町を駆け抜けたということなんです。当時の方々にしたらこう、まあ、馬車よりも速くたくさんの方々を乗せて走りますので、大変な驚きようであったということでございますが、まあ、ドイツのミュンヘンから輸入をした2両の列車ですが、これ、2両で、ね、9700円だったそうですよ、ね、9700円やったらなんか私でも頑張ったら買えそうな気がするんですけれども、まあ、その当時はお米一升が4005輪だったそうでございます。なので、まあ、その当時の9700円言ったらね、今でいう2億円ぐらいになるそうでね、到底無理なお話でございました。まあ、こちらですね、この、路面電車、ごめんなさい、この列車がね、走った時代でございますが、三津という港町からこの松山市内にかけては、ちょっとしたね、一山、丘陵があるんですね。そこを越えるときには、やっぱりあまり馬力がなかったみたいでね、坂道に差し掛かるとこんなアナウンスが行われたんですって。一等車のお客様そのままお乗りください、二等車のお客様降りて横をお歩きください、三等車のお客様降りて後ろから押してください、そんなアナウンスを、ね、していたということでございますけれども、まあ、一等車が一番高かったんやね、で三等車が一番安かったということでございまして、まあ、そんな、ね、差が出たようでございますけどもね、まあ、本当嘘みたいな本当のお話だそうでございます。まあ、このですね、列車に乗っては道後温泉に通った文豪夏目漱石先生は明治28年から29年の、まあ、本当に短い間であったんですけれども、松山中学校の英語の教師として教鞭を取ったわけですね。で、学校が終わっては道後温泉に通ったというふうに言われております。まあ、その、まあ、夏目漱石先生が松山に行って、で、ここを去ってね、11年後に小説坊ちゃんも、まあ、松山の思い出を、まあ、織り交ぜてね、書き表したということでございますけれども、小説坊ちゃんの中にはね、マッチ箱のような汽車というふうに紹介をされました。その小説の一節が、こんな感じです。停車場はすぐ知れた、切符もわけなく買った、
乗り込んでみるとマッチ箱のような汽車だ。ゴロゴロと5分ばかり動いたと思ったらもう降りなければならない。通りで切符が安いと思った。たった3銭である。こんな風にね、小説に紹介をされたわけなんですね。それ以降ですね、いわゆる坊ちゃん列車っていう名前でね、大変に親しまれるようになったということなんですけどもね、まあこの坊ちゃん列車が走った明治の時代を、走って、まあ、いわゆる平成の世にね、この坊ちゃん列車を復活させましょうという声が高まりまして、で、この伊予鉄道が周辺整備費すべて込みで、まあ、復元費というのもね、込みでということで53億円をかけてということで坊ちゃん列車の復活にも成功しております。まあ、夕方になりますとね、この道後温泉の駅前のところにね、坊ちゃん列車が止まって展示してありますので、こちらもですね、お写真、格好の方々がお写真などに収めて帰っていただいております。まあ、ちょうど坊ちゃん列車でも通ればいいんですけどもね、こちら電車軌道をともに坊ちゃん列車も行き来しております。この電車軌道に沿ってということで進んできておりますけれども、ちょうどね、この先は松山の官庁街を抜けてまいりまして、で、松山市駅の方向へということで、進んでまいりたいと思います。前方の信号のところをね、もうちょっと過ぎてまっすぐ行って左手の方には松山商業高校という学校があるんですよ。全国ごめんなさい、甲子園の高校野球で全国優勝を成し遂げること7回幾多の明星書を野球界に送り込んでいるという、まあ野球の名門校として知られています。はい、まあ今日はそうですね、この信号をからずっとまっすぐ行くと高速道路経由してということで、さぬきの本ビラさんから香川県庁、香川の香川県の、ね、県庁の方へと通じております。国道11号線ということになります。で、この信号からね、左側の方に行って、まあ、2キロぐらい行ったところでしょうか、松山東高等学校という学校があるんですが、まあ、松山一の進学校となっております。で、まあ、松山ではね、東大へ行くなら東高というふうに なっております。まあ、偏差値の高い、ね、学校なんですけれども、ここはですね、まあ、伊丹十三さんとか、それから、まあ、ノーベル文学賞を受賞しました大江健三郎さんなんかがね、出た学校となっております。はい、まあこちらですね、私たちは、この信号から右手の方へと入ってまい、りまして、一番町というね、松山のメインストリートを取り抜けて、松山市駅方面へと向かっていくということになります。すごいですね、オープンカーは私たちだけかと思うと左手下にもオープンカーがおりました。ツーシーターのオープンカーでございますが、共に風に吹かれてということでね、進んでいきたいと思いますが、
こういうのもね、まあ、ちょうど午後5時を回ったところということで、結構道路がね、混み合っているかなという、ね、ところでございます。土曜日なんですけどね、はい、ちょっとこう市内向きに、意外とこう、道路が混み合っているようなところではございますけれども、はい、まあ、この先はですね、松山のメインストリート一番町通りを進んでいくということになります。この松山という町はですね、もともと、もう昔からね、その俳句や短歌というのが江戸時代の頃から盛んだったんですって。で、明治に入りまして、この正岡子規とか高浜虚子、川東壁後と松根東洋女といったような、まあ、俳人たちが活躍をするわけです。俳句雑誌フォトトギスというのを発行しまして、まあ、それを通じてね、明治の、まあ、文壇というのにね、その、まあ、名前を残していったっていうようなところでございますけれども、この、まあ、松山というところ、まあ、昔からね、この伊予は詩の国、歌の国、ほんまに、こぞなもしか、こんな風に言われたそうでございます。まあ、こちらですね、この松山は3代目のお殿様からずっと明治まで領を継ぐこと13代、続いておりまして、それが、まあ、将軍家と親戚なんですよね。だから、まあ、いざこざもなく、ものすごい平和な城下町として、発展をしたということでね。で、まあ、3代目松平定行公というお殿様が入られまして、その奥方が九州の、ね、薩摩のお殿様の息女をお嫁さんにもらってるんですね。だからお砂糖がものすごい手に入ったんですって。だから、まあ、長崎の寺っていうのがね、作り方も教わってカステラを作られて、で、今度はね、和風にアレンジをしましてね、で、ゆず風味のあんを塗りつけて、くるくるくるっとこう、なんていうの、こう、ロールケーキみたいに巻いて、タルトっていうのを作らせた、お殿様のね、助言で作ったのがタルトなんですって。でっかい看板出てるでしょ、右手前方、上の方ですが、ね、おんくりタルトなんて、今は栗も入れてね、こんなのも出てますし、まあ、老舗は六時屋さんっていうところ、そこから分かれて一六タルトとかね、こういった、旗が栗タルトとか、亀井製菓の一口タルトなど、まあ、いろんな、ね、タルトが出ておりますけども、まあ、その他でいうと小説「坊ちゃん」の中に紹介をされる「坊ちゃん団子」っていうね、お団子三色団子なんですけども、こういうのもね、松山銘菓として知られていますよ。まあ、非常に平和なご城下だったっていうことがですね、お茶やお菓子、俳句や短歌というのが盛んに、発展をしていったっていうことになるわけです。さあ、そしたら一番町通りの方へと入ってきていますが、この通りからね、左手向こうのところに一番町と並行して2番町、3番町というふうにね、通っているところでございます。で、皆様、五木ひろしさんの歌知ってます？ここは松山2番町の店っていうね、こう、五木ひろしさんのね、歌にも出てきたっていうね、2番町通りっていうのが、まあ、非常にこの飲み屋さんの多い通りになるんですね。まあ、この次の信号からね、左手奥の方に参りますと、まあ、親不孝通りなんて、言っておりますが、まあ、八坂通りという通りが2番町、3番町をともつないでおります。愛媛県は人口に対して飲み屋が非常に多いと、全国でもね、2番目、人口に対して飲み屋を比較するとね、非常にこう、飲食店、まあ、その お酒を出すお店っていうのが多いんですって。まあ、飲んべえが多いということなのかも分かりませんけどもね。まあ、夜になりますと、週末は、まあ、たくさんのね、まあ、ほろ酔いの方々でにぎわうというような街となっております。まあ、こちらですね、この信号から右手の方に少し入りましたところには、まあ、明治の時代も行きました、まあ、秋山兄弟の生家が、残されるところとなっております。
はい、まあこちらですね、お車は、一番町通りを進めておりますが、まあ、右手の方のお山のてっぺんに松山城があるところなんですね。今から420年ほど昔ということになりますが、まあ、1602年慶長7年に松山城が完成をしております。初代は加藤左馬之助義明公、そして、2代目に蒲生忠親、3代目に松平家が入りましてね、まあ、明治まで、続いたということになります。はい、ちょうど今右側のね、ちょっと奥まった建物が裁判所になってますが、この裏手には旧藩主の別邸万水荘という建物が、そのまま残されています。大正11年にね、作られた別荘なんですが、まあ、旧藩主、まあ、松平家が明治に入りましてね、久松姓で、初代の慶珍さんもいたしましたが、これは久松貞子都市という方が中軍部官としてフランス生活が長かったということで、別荘を作るに至りまして、その大正11年にフランス風の建物も発注したんですって。で、まあ、ローズガーデンを作りましてね、非常にこうおしゃれな洋館として、現在に残っております。まあ、その、まあ、建物の一角にね、ここから見えるかな、右手ちょっと後ろを振り返ると、コンクリート造りの建物で、こうガラス張り、斜めになったガラス張りの建物あるでしょ、右手後ろちょっと奥まったところなんですけど、あれがね、坂の上の雲ミュージアムって言ってね、安藤忠雄の設計となっております。はい、まあね、ここは司馬太郎の坂の上の雲という作品を通じて、まあ、明治を生きました秋山兄弟や正岡子規の生き様を見て学ぶことができるミュージアムとなっております。では、右手側の方になりますが、左右対称の建物、こちらが昭和元年の建物で、153万県民の母屋となっておりますところ、愛媛県庁本館でございます。左側の建物が NTT 西日本となりまして、明治時代にはここに松山中学校があったようでございます。漱石先生が教鞭を取った学校はこの場所にあったということですね。 NTT 西日本玄関前には漱石先生が松山を去るにあたって読まれた俳句が刻まれております。わかるるや一朝泣いて雲にいる、わかるるや一朝泣いて雲にいる、この俳句が、刻まれております。では、この左手側ですね、市営駐車場、それから市役所第一別館がこの左に並び続いております。で、このね、正面突き当たりのタイル張りの建物が日本銀行松山支店、右手前方の石造りの建物が伊予銀行の本店というふうになっております。はい、では動き始めまして、左手少し奥まったところ、白い11階建ての建物が、こちら松山52万市民の市政を預かる松山市役所本館となっております。松山秀樹ね、で、右手奥のところにずっと松山城のお堀がね、続くところとなっておりますけれども、はい、まあ、こちらのですね、堀方を進んでまいりましたが、この先は松山市駅の方に、お付けしてまいりたいと思います。本当に長らくのご乗車お疲れ様でございました。松山市駅で終点となりますのでね、そろそろ降りるご準備もよろしくお願いいたします。どうぞお忘れ物などのないように、お降りください。で、真ん中の通路はちょっと傾斜がありますのでね、気をつけていただいて、で、一段一段とちょっとステップの段が高いので、まあ、どうぞ足元に気をつけてお降りいただいたらと思います。恐れ入ります。ゴミも全てお持ち寄りいただきましてね、各自処分していただきますようご協力をよろしくお願いいたします。では車はですね、松山市駅、伊予鉄高島屋前にお付けするようになります。高島屋の屋上に登りますと、クルリンという観覧車がございまして、まあ、てっぺんまで行くとね、松山城の天守閣と大体同じぐらいの目線に登っていきます。非常にこう美しい景色を眺められるところでございますので、ぜひぜひこちらもですね、時間がございましたらご利用ください。
しまなみ走っている。はい、それでは岩手高島山へ、松山市駅の到着でございます。路面電車、郊外電車、また路線バスなどの発着地となっております。では、本日はスカイバスご利用いただきましてありがとうございました。お疲れ様でした。はい、今シェフに着きました。ありがとう。